久保の代理人が移籍情報をバラしてる理由がこちら。久保のリバプール移籍報道について、水面下の交渉と思われるため、一見バラさない方が良いと思われるが、5ちゃんでは久保の代理人は、わざと移籍情報を流出させていると、見られている。スポニチ記者とかじゃなくて、つくだオリジナルがポストした方が早くね？つか水面下の交渉なのにバラして良いのか？つくだはバラして参加者が増えた方が美味しいからね。リバプールは横やり入れられたくないから、完全秘匿主義なんでしょ。交渉ごとはどっちの立場が強いか次第だよ。例の記者もあたかもジャル経由っぽく、ボロッと言っちゃいました風を装ってるけど、そんなの代理人から直接もらってますなんて、言えないだけに決まってるやん。出てきた言動だけが真実じゃないからね。つくだがバラしてる理由としては他のクラブから、もっといい条件引き出そうとしているとかかな。リバプール以上だとアーセナルかマドリーぐらいしか、なさそうだけどね。マンユーやスパーズだと CL 出れないし。スポニチによると、複数のイングランド関係者からの情報。動画で情報源は企業とかって言ってたから、ジャル関係者かつくだが主なソースやと思うよ。イングランド関係者はブラフじゃないかな。イングランド内からの情報なら、現地紙やロマーノも認知してるだろうし。オークション開催したいつくだ矢印カズエリーク、矢印全世界へ。絶対に横やり入れられたくないリバプール、矢印ロマーノその他ヨーロッパ勢に対して、交渉して合意したことなんて何もない、矢印全世界へ。単純にこういう構図だしね、結局つくだは一般人が信じようが信じまいがどうでもいい。でも久保にオファーを用意してたクラブは、一斉につくだに連絡してくるわな。まあリバプールに勝てるクラブは限られてるが。まあこれだけ大々的に騒がれるのに、つくだがリークした大きな理由の一つは、結局マドリーに検討する時間を与えるためやろな。リバプール主導で秘密裏に交渉して決着してから、マドリーに通告しても久保を取りたくても、環境整備する時間ないやろし。それね、結局リバポが用意できて、レアルが用意できないのは先発数と出場時間ぐらい。なのでレアルは人員整理が先だよ。生地チャンピオンチームになったから、スカットの刷新もできないし悩ましいだろうけどね。実中ハックカッキーはつくだと繋がってて、情報を得て発信してるだけやろ。久保としても争奪戦が起こるほど、良いことしか起きないだろうしだんまりだけど、今の状況はウェルカムだろ。代理人からしても久保の希望を叶えつつ、自分も儲けるために今がまさに腕の見せ所やろ。まあ声高に否定する奴らのおかげで、騒ぎが大きくなってる側面が大きいな。結局その人たちは、福田の養分になってるんよね。